はいどうも、こんにちは、こんばんは、しぱです。今回は YouTube の収益化の条件と申請のやり方、承認期間はどれくらいかかるのかということについて解説していきます。YouTube で収益化したいけど条件ってどうなってるの？収益化の申請のやり方や承認されるまでの期間ってどれくらいあるの？と気になってる人もいるのではないでしょうか。ちなみにありがたいことにこのチャンネルも収益化の申請をすることができて無事に合格し広告収入を得られるようになっております。なので今回はその経験をもとに現時点での収益化の条件と申請のやり方について解説します。ちなみに概要欄に動画の目次を記載していますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しているので、うまく活用しながらチェックしてみてください。それでは早速 YouTube の収益化の条件について解説していきますが、チャンネル登録者数が1000人以上、直近12ヶ月の総再生時間が4000時間以上というのが現時点での収益化の条件となっています。ただこの条件を突破したらすぐに収益化できるっていうわけではなく、収益化の申請を出すことができるようになるだけなので、申請を出して審査を受け合格できてから初めて収益化が可能になります。ちなみに収益化の申請を出すことができても、投稿している動画が広告を掲載するのに適したコンテンツでなかったら不合格となってしまい、収益化できない場合もあるので注意してください。あと YouTube の広告収入は Google AdSense から支払われますが、18歳未満の場合は AdSense への参加ができないので収益を得ることができなくなっています。もしも18歳未満の人が収益化したい場合は、18歳以上の保護者の方が管理する AdSense アカウントにGoogle アカウントをリンクさせる必要があるので、保護者の人と確認しておくようにしましょう。実際にチャンネル登録者1000人と直近12ヶ月の総再生時間が4000時間以上を突破することができたら収益化の申請を行うことができるので、そのやり方を解説していきます。ただ注意点として、時期によって申請ページの仕様が変化しやり方も変わってしまう場合があるので、あらかじめご了承ください。まずは YouTube スタジオを開いて収益受け取りをクリックします。するとこのような画面が表示されますが、チャンネル登録者1000人と総再生時間4000時間を超えているのを確認して、大丈夫なら申し込むをクリックしましょう。するとこのような画面が表示されますが、ステップ1のパートナープログラム利用規約を確認するの開始をクリックしてください。すると YouTube のパートナープログラム利用規約を確認することができるので、しっかりと内容を確認しましょう。一番下まで来ると YouTube パートナープログラムの利用規約に同意しますというチェック項目があるので、チェックを入れましょう。その下にあるヒントをメールで受け取りますに関しては、必要ないならチェックを外しても構いません。できたら規約に同意するをクリックしましょう。するとステップ1が完了と表示されるので、次に進みます。ステップ2の Google AdSense に申し込むの開始をクリックしてください。本人確認という画面が表示されますが、続行をクリックしてください。すると本人確認のために YouTube で使用しているアカウントのパスワード入力が求められるので、パスワードを入力して次へをクリックします。次に本人確認をするための方法を求められるので、 iPhone を持っている人ははいをクリックしてください。 iPhone を持っていない人はその他の確認方法をクリックして確認してください。自分は iPhone を持っているので iPhone での本人確認方法を解説します。先ほどのはいをクリックするとアカウントに登録している電話番号宛にメッセージが届くので、メッセージが表示されたらはいをタップし、 PC に表示されている番号と同じ番号をスマホ側でタップしてください。本人確認ができたら画面が切り替わり、このような画面が表示されますが、 AdSense アカウントはお持ちですかをクリックしてください。すると3つの選択肢が表示されるので、該当する項目を選択してください。自分はすでに AdSense アカウントを所持しているので、はい既存のアカウントがありますを選択して解説していきます。AdSense アカウントを所持していない、もしくはわからない人は、それぞれの項目を選択して画面の案内に従って作業を進めていってください。実際に設定できたら続行をクリックしましょう。アカウントの選択画面が表示されるので、 AdSense で使用しているアカウントをクリックしてください。 AdSense のアカウント情報が表示されるので、確認して大丈夫なら関連付けを承認をクリックしましょう。読み込みが終わるとこのような画面が表示されますが、ステップ2が完了し、ステップ3が処理中になっていたらひとまず OK です。あとは審査が行われて結果が出るのを待ちましょう。ちなみに YouTube の収益化申請にどれくらいの期間がかかるのか気になる人もいると思いますが、数日で申請が通ることもあれば、1週間以上待っても申請が通らないこともあるので、何とも言えないですね。さらにその時の世界情勢によって左右されることもあるので、気長に待つしかありません。
ちなみに自分はこのチャンネルとは別にシパチャンネルというゲーム実況チャンネルも収益化していますが、2020年2月11日に収益化申請をしたところ、約3日くらいで収益化が承認されました。あとこのシパの作業部屋の場合は2020年10月2日に収益化申請をしましたが、コロナで世界中がてんやわんやしているはずなのに約4日くらいで収益化が承認されました。ちなみに様々なところから情報を集めてみると、収益化の審査は新着順ではなく優先順位をつけて行われているみたいな話もあります。これはあくまで予想ですが、例えば1日1000回再生されているチャンネルと1日1万回再生されているチャンネルがあったとします。 Google としてはできるだけ多くの人に広告を表示させて、広告を出している会社から収益を得たいはずなので、1日1万回再生されているチャンネルの収益化申請を優先させた方がメリットが大きいですよね。他にももっと優先する条件があると思いますが、分かりやすく言うと、どれだけ Google に利益をもたらしてくれるチャンネルかということで、収益化の審査が早い遅いがあると考えた方がいいでしょう。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで、これから YouTube を始めたい人向けに各機能の使い方を解説したり、ゲーム実況に必要な機材の情報や OBS の各種設定方法など、実際に YouTube で活動しているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくのですぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、 Gearticsというサイトで実際に使用している機材情報も紹介しています。また自分はこのチャンネルとは別にシパチャンネルというゲーム実況チャンネルを運営していますので、概要欄からチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。